ダウンタウンさんと僕らの話なんですけど、あのやっぱり僕ら世代ってダウンタウンさんに憧れっていうのはやっぱあるんですよ、はい、でまああの4時ですよだって大阪で夕方帯でやってはった番組はもう中学からも走って帰ってテレビ見てましたし、でダウンタウンさんが東京に行きはった頃って僕がゴールデンタイムで顔名人劇場っていうダウンタウンが出る漫才や見たいっていう僕と、あのバレーボール河合俊一さんとか当時やったと思うんですけど、それを見たいっていうお母さんと一台のテレビのチャンネルの取り合いやったりしたんですよ。あ、なるほど。でもおかんと本気で喧嘩して、はい、俺はダウンタウンみたいね、お母さんはバレーボールみたいねって、うん、もうそんな取り合いでテレビもう一台かわしたりして、うん、でものすごく憧れが強くて一旦就職したんですけど、うん、やっぱりテレビでダウンタウンさん見てたら、うん、かっこええし、うん、お笑いやろうと思って、うん、サラリーマン辞めて、うん、お笑い入ったんですよ、はい、でお笑い始めて相方ともうまくいかず、うん、小杉とも組んだんですけど、うんうん、そう簡単にやっぱうまくいかないです、はい、であの松本さんの遺書とかやっぱ読むと、はい、あのダウンタウンさんでもそうトントン拍子ではなかったみたいな話も書いてあって、はい、おっしゃ、ほんな俺らもやっぱダウンタウンさんでもそうなんやから俺らも頑張ろうな小杉みたいなんで頑張って頑張って今があるんですけど、はい、でも最近ようやくダウンタウンさんとちょこちょこお会いさせてもらえるようになって、はいはい、で松本さんに、はい、そんな憧れて憧れまくった松本さんに僕らあのバフンとジンプンって言われてますアウトンピーこんなに憧れたの、こんな憧れたやっと少し近づけたよ、はい、アウトンピーにバフンとジンプンって言われてどっちがバフンやねんって、ね、小杉がバフンらしいんですよ、まだ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 、はい、まだなかったバフンの小杉が羨ましいですよ、ショックでしたね、ショックやな、はい、言われる思ってずっと学生生活を映せないもんな、いずれお前反省してへんやろっていう話なんですけど、あの知り合いの女の子と喋ってて、あのその子が、1階に住んでるんですよ一人で、うん、マンションの、うん、で1階なんて危ないで自分って、はいはい、で、うん、危ないことあった、おう、うん、どんなことあったんって言ったら、夜寝てたらベランダから男が入ってきて、おう、襲ってきた、怖い怖い、ないなそれ。でもその女の子、あの千葉県とかで柔道の代表とかに選ばれるクラスの女性やって、ベランダから入ってきた男を逆にグワー締め付けて、でも上乗っかって、あんた何してんの、二度とあかんでこんなことしたら、分かったか、その男がすいませんでした、もうやりません、もう二度とやりません、反省してます言うてベランダから出て行ったらしいですていう、はい、おかしいな、はい、まあ、おかしいなんやろこのじわ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 なんか、なんかな、じわじわ来る、反省してないよな、反省してないよ、反省してない、してない、なんかベランダを出入り口と思った癖は治ってないというか、そこはおかしいもんな、帰りは玄関でいいもんな、なんやろこのじわじわ、こう味わい深さがじわじわ来るの、なんか噛めば噛むほどみたいな、なんか妙画みたいな妙画みたいな話妙画みたいな、なぜか吉田が喋り出した瞬間から肺が飛び出した、はい、肺が偉いもんですね、人文とはよう言うたもんね、わなんかみんなの目が肺を追いかけてるのが分かりました、いや全部言うた直後やったから偉いもんやな思ってた、ハエ滑らんな思って僕イチロー選手と同い年なんです、はい、びっくりした、入りおかしないな、今の行きつけたな、同い年なんですよ、でまあ同い年で偉い差ついてるなと思いながら僕生きてて、偉い差ついてるな思いながら生きてて、である時に、うん、あの一郎の障害賃金と僕の障害賃金をちょっと慎重に置き換えとろうと思ったんですよ、うん、だ向こうが稼いだ金ってスポーツ新聞とか載ってるじゃないですか、はい、何年年俸何本それが何億なって、はいはいはい、で一郎選手が稼いだ金を185センチ、多分一郎選手185センチぐらいと思うんで、うん、で同じその割合で僕の今までの障害賃金を
身長に置き換えたら僕3ミリやったんです。ハエぐらいのやつか。ハエやな。3ミリ3ミリでした。なんでそんなことすんの。そうだ、そこがまず気になるわ。身長に置き換え思えへんもんな。では、おお、4連ちゃんはかつて誰かほんまに、いや、初ちゃんは初めて4連ちゃん初めて、すごいすごい、はあ、前半も僕めちゃくちゃ余裕でしたけどね、全然出えへんかったのに、すごいすごいすごい、気にくるな、すごい確率やりますね、確変入ったな、これ4096分の1やった、ええー、すごい確率、俺昔からそうなんすよね。いや、すごい、いいことです、さすが M1 チャンピオン、うん、あの時、え、何年やったっけ、3378分の1です、もうええわ。いつまで言うとんねん。何年前やねん。ストレスが溜まると、あの、僕昔からニキビがすぐできたんですよ。辛いことがあったり嫌なことがあったりしたら、でもうニキビ一通りできてるから、もう最近は辛いことあってもできることないやろと思ってのんびり構えとったら、この間ストレス感じて、あの、口内炎できたんです。内側から攻めてきた、内側から攻めてきたっていう話もあって、あ、これええやんか、いや、ちゃうやろ、それは口内炎できると思う。そうだったな。辛い辛い辛い。まあ皆さん、あの、なんであんなエッチ俺してしまったんだっていうエッチあると思うんですけど。はい、まあ1個や2個あるね。はい、実は僕は二十歳の時に、あの、60歳の女性とエッチ。40個上の、おかんより上やね、おかんより上なんですけど、40個ってレベルやないか。ま、あの、当時、あの、Q2 とか流行ってまして、はいはいはい、で、まあ、やっぱ若い人間結構やってたんですけど、そこで、まあ、あの、40代の女性と僕は待ち合わせしたんですよ、したはずなんですよ、で、電車乗ってバス乗ってケンタッキーの前で待ち合わせしたんですけど、あの、どうも横にいるのは、そこにいるのは、カーネル・サンダースの彼女みたいな女性なんですよ。あれ、どう見ても40じゃない感じやな。でも、まあ、僕電車乗ってバス乗って会いに行ってるんで、あの、電話の「よしこさんですか?」って聞いたら「はい」って言うたんですよ。で、あ、まあ、苦労してここまで来たから、まあ、サテンで話でもと思って、まあ、サテンで僕ずっと話聞いてたんですよ。まあ、一応僕周りの目もあるんで、ホストのふりして話聞いてたんですよ。そんなふうにできるんや、できるふうに、ホストやから、あんなおばあちゃんとお話サテンでしてんねやみたいな、周りがそう思ったかどうか思わないけど、あ、自分の中の設定で、どうしても気になったんで、よしこちゃんほんまは40代かって聞いたんですよ。あ、これはもう聞かな、はい、やってられんかったんや、なら、ごめん違うって言われたんですよ。まあね、じゃあ50代かって聞いたら、ごめん違うと、で、60代かって言ったら、それは言えへんって言われたんですよ。ほらもう60代やなってと思ったんですけど、やっぱ喋ってるうちに愛着みたいなのが湧いてきて、愛情とか、いい人やなみたいな、一生懸命好きな小説の話もしてくださって、で、まあ、そうこうしていくうちに感情移入してきて、俺、よしこちゃんを抱きたいかもわからんって僕言ったんですよ。それよしこちゃんに言ったんや。言ったんです。なんか、よしこちゃんは、なんで早よ言ってくれへんの。言ったんですよ。で、すぐ近くにラブホテルがあったんで、そこ行ったんですよ。よしこちゃんと行った。はい。あの、もうおばあちゃんが履くような、あの、グレーネズミ色のこう、はい、タイトなズボン履いてはって、それを脱がしたら、まあ、パッチ履いてはったんですよ。よしこちゃん、もう一枚。で、パッチ脱がしたら、もう一枚パッチ履いてたんですよ。冷えるから。最後、パンツ脱がしたら、この辺真っ赤っかのゴムの跡行ってて。
でまあすごい真っ赤っかやゴムの後めっちゃ言ってると思ったんですけど、まあ、当時僕はあの普通の綺麗な女性とエッチしたことなかったんで、それでもすごく興奮したんです。したんや、はい、でさあいざインサートってなった時に、うん、何の圧もかからなかったんですよ。もうおちんちんがあれみたいな。何の圧もなかったんですよ。もう何もないんや。何もなかったです。摩擦も、はい、何の摩擦もなかったです。もう触れるもんがもう何もなかった。何もなかったです。すごいですね。それでもよしこちゃんがうんうんうん言うから僕興奮して最後まで行ったという話なんですけど、まああのちょっと松本さん、そのよしこちゃん誰に似てるか聞いてもらっていいですか。そのよしこちゃん誰に似てんの。内田裕也さんです。男性としてはかっこいい方なんですけど、はい、かっこいいよ、はい、性別だけの問題や。性別さえ逆やったら逆やって終わったんですけど。すごい。内田裕也さん行ったってこと。いや吉田すげえな。すごいな。で腕枕してる時にあのホテルの優先で愛しのエリーが流れてきて、その瞬間僕目がセピア色にパッて変わったんですよ。何してんねん俺はって。そっからあと1週間僕自分の唾飲めなくなったんですよ。チューもしたしっていうか止まったんやホテルに。休憩です、休憩ですけど一応まあそのなんていうんですか、あのピロートークというか。いやジェネレーションギャップが半端やないやろ。すごいな。紳士ですね。でもね、話題がないと。話題がないんやろ。それ覚えてるのが田辺聖子さんの本が好きって言ってたのは覚えてるんですけど。誰僕も分かんないですけど、多分終わると思うんですけど。ああもうしんどい。あのちょうどオープニングでも話題になってた久保田なんですけど、はいはい、ほんま変なやつでして、うん、あの営業が僕トロサーモンと一緒やった時があるんですよ、うん、で僕が1号車で移動の電車がで、久保田が2号車やったんですよ。特急タイプの電車やったんですけど、まあ、僕座ってたらあの横に久保田が来て、吉田さんと僕の座ってる斜め後ろにめちゃくちゃ可愛い女の子が一人で座ってるんですと、うん、あれ何とかしたいんですけどちょっとどうしましょうみたいに言うから、うんうん、じゃあ番号書いて渡せやって言ったんですよ、うん、な俺紙ないんでちょっと貸してもらっていいですかって言ってくるんですよ、うんうん、で僕カバンから紙と鉛筆出して、うん、のこれにメールアドレス書いて渡してこいやって、であいつ横で自分のメールアドレスを書い取ったんですよ、うん、でそれあまりにも簡単なアドレスやったから、うん、ああこいつこんなアドレスなんやなんとなく覚えたんですよ、うん、で久保田が戻って10分ぐらい経ってあいつもう渡したかなとか思って、うん、でふと思い出したんですけど、うん、僕あいつと番号の交換はしてるけど、うん、メールアドレスの交換はしないなと、はいはいはい、だから女の子のふりしてメール送ったろうと思ったんですよ。なるほど、はい、で、まあ、女の子がもう送ってたらもうすぐに計画バレるんですけど、うん、まあ女のふりしてどうも久保田さん仕事ですかありがとう手紙みたいなの送ったんですよ、はいはいはい、ああもうちっちゃいやとかにしたりして女の子ぶってほんなら久保田からすぐ返事来て、はい今日仕事終わりですめっちゃタイプなんであのメールさせてもらいましたみたいな恥ずかしいな、はい、すぐに返事が来たんですよ。で、まあ、僕もその久保田さんのこと私もめっちゃタイプでしたみたいなガンガン送ってたんですけど、はい、久保田も、うん、いやいいですねこの後遊びに行きたいですみたいな言ってくるんで、で私変態っぽいですけどちょっと手先器用か教えてもらっていいですかって僕送ったんですよ。久保田に、うんうん、久保田の指使いがどんなもんかみたいなのをさ聞いてくるちょっとエッチな女の子のふりをして、はい、手先器用ですかって送ったんですよ、はい、な久保田からなんでですか確かに中学の時作った木の船が入選したことあります、ね、かなりその気のメールが来たんですよ。で、ああそうですかとじゃあ指先の器用さを見たいんで鶴を折って持ってきてもらっていいですかって僕送ったんですよ。なら、はい、あいつ紙持ってないから僕のところに紙を取りに来ると思ったんですよ。なるほど、はい、なるほど。でその時に嘘でしたって言おうと思ったんですけどすぐに返事が来てごめんなさいと僕鶴は折れませんとでも千円札でターバン野口は折れますけどみたいなの来たんです。あそうだこいつえらいマジになってきてるとこのままやったらかわいそうやから、うん、ごめんなさいと、うん、私は
もうあなたと遊べません、うん、というのもこの後私新大阪で MC の仕事がありますと、うん、しかも私ブツブツですごめんなさいって送ってた僕って分かるように、うんうんうん、ほんなら1号車のドアが開いて あ久保田ちょっと待ってください兄さんアホなことせんといてくださいよって言うかなと思ったら、うんうん、僕の横来て先輩後輩関係あるん殺すぞお前って来てうわ怖っターバンの口もた持ってたやん、はい、もうすでに持ってますうわ怖We'll be right back.
めっちゃ怖いやんこれ。すごい殺されるやん。ただターバン野口見たらちょっと悪いことしたなとは思ったんですけど、はい、めっちゃ怖いなあいつ。怖いねあいつ。小杉ってほんまアホやっていう話なんですけど、はいはい、まあ、言い間違いが多いんですよあいつ。楽屋とかで喋ってる時にあのお弁当にあの桜漬けっていうんですかね、お信仰の、うんうん、それがものすごくピンクのあったら、うん、そっからもうスタイリストの人とか、まあ、楽屋一緒やってますけど、うん、スタイリストの女の子にあの自分って乳首ピンクみたいなのを聞きまくるんですよ、うん、このピンクから、うん、でまあスタイリストさんメイクさんにも乳首ピンク